はい、本物と偽物の見分け方ですよね。まあ、今回吉谷さんはどちらかというと情報発信者、販売者の方の本物と偽物っていう観点でね、お話をしてくださったと思いますけども、じゃあ私は逆にですね、実践者とか購入者の方の本物偽物のちょっとお話ししましょうか。これはね、私たちの立場から言いにくいんですけども、続ける人が本物なんですよね。本当に自分の未来を変えたい人は自分の未来に向かって行動するんですよ。行動し続けるんですよ。そうすると自分の望んでいた未来が手に入るんですよね。でも、まあ、なんですかね、まあ、願望レベルで未来を望んでる人って、まあ、挫折が早いんですよ。まあ、1年は持たないですね。いや、3ヶ月とかやんないですね。まあ、本当にね、やる詐欺なんですよ。はっきり言わせていただくと。で、私は自分がやったことをお話しすることができます。自分のやってないこととか、自分が成功しなかったことを、まあ、失敗のね、反面教師で言うことはありますけども、基本的に私、うまくいかない方法をわざわざね、こんな話さないですよ。うまくいかない方法をやれとか言わないですよ。うまくいく可能性の高いものをお伝えします。ただやっぱりね、自分がうまくいったものっていうのは、自分のその行動した時のタイミングとか、やった密度とか、そこにかけた資金とか意識とか時間っていうものがありますんで、これは個人差が出るんで、まあ、ですんでね、一人一人にアレンジしていく部分はあると思いますから、やっぱ試行錯誤の面はあるかなと思います。ただですね、目の前の人にお金をくださいって言えば、それは売り上げ上がるじゃないですか。でも目の前の人にお金くださいって言わなければ売り上げ上がらないですよね。まあ、ここだけでも本当にやる人は目の前の人にお金をくださいってちゃんと言うんですよ。で、言うだけじゃダメですよ。これこれこういうものがあるんでお金をくださいにしないとダメですよ。しかも信頼関係がある状態ですよ。だから信頼関係を作ろうと思ったら、すぐに消えていなくなるとかね、セールスの時だけ出てくるんではなくて、常に発信し続けて、その中の1割ぐらいがね、セールスだったりっていう、そういう風なバランスです。だってね、60分のテレビ番組見て、テレビ番組ね、で60分全部が CM だったらどうします？だからずっと CM って人見たくないんですよ。でもそうではなくて、例えばね、前半と後半のドラマがあって、前半でこうかっこいいね、男の子が可愛い女の子にちょっとデートを申し込むときに、まあ、車がでパパパッと迎えに来るわけですよ。それでちょっと乗ってくみたいな感じで、こんなこと言う人いないと思うんですけど、ちょっと乗ってくみたいな感じで女の子をデートに誘う。その瞬間、女の子が「うん、乗ってく」って言って CM インして、トヨタの車がバーッとやったら車買おうかなと思うでしょ。だからこういうふうにやっぱりストーリーを作って人の感情を動かしていくためのトレーニングを、まあ、速稼塾なりね、ドリームアカデミアでやるってことなんですよ。でもそれは演出上仕方がない手順なんですけども、基本的にはね、商品作って集客して売る、これだけなんですよ。商品作りました？集客してます？売ってます？この3つができればまあ売れますよ。あとはどのぐらいやっていくかですよね。これで売れないんだったらサラリーマンやっても売れないですよ。でしょ？サラリーマンやっても集客もしないし、商品も作らないし、セールしなかったらどうやって売り上げ作るんですかって話じゃないですか。そういうことなんでね、本物と偽物、自分が本物なのか偽物なのかってことをやっぱり考えてみる必要があるんじゃないかなと思います。私たち販売者は自分がうまくいった方法をこうやってお伝えしますけども、それしかないじゃないですか。だって自分がやってもない方法をうまくいくよって教えると、これはちょっとやりすぎだと思いますし、自分が失敗した方法を成功するって教えたら、これはインチキですよね。だからこれがいわゆる詐欺商材って言われるやつになっちゃいます。でも自分がうまくいった方法を、まあ、お伝えしていく分にはもうそれ以外ないですからね。ということで、やっぱり情報を受け取る方の方にも本物の情熱を持っていただきたいなということで、今回の動画を締めさせていただきます。ありがとうございました。